それでは野中選手に喜びの声をいただきます。まずは勝利おめでとうございます。今のお気持ちお聞かせください。はい、この V カップ、自分たちも他のチームもそうだと思うんですけど、メンバーが違う中で、とにかく挑戦して、コート内でも今日もすごくコミュニケーションを取って試合できたので、はい、良かったと思います。ご自身の中で今日第1セットを取られた後、どのように切り替えていったんでしょうか。そうですね、自分たちがやりたいことっていうのにしっかりフォーカスして、
流れがいい時も悪い時もサーブから攻めてブロックディフェンスはめてこう自分たちがやりたいことをしっかりしようっていうのを常に喋ってできたので切り替えてできたかなと思います。その中で今日ご自身で良かったところどのあたりになりますか？はい、そうですね、以前よりもそのブロックのポイントが増えたりタッチが増えたところも良かったと思いますし、ポイントポイントでしっかり点数を重ねれたことは今日まず良かった点なのかなと思います。ありがとうございます。今日この完全アウェーの中、日立を応援する応援の声も聞こえました、その応援団の皆様にそして会場にいる皆様に、一言いただけますか？はい、素晴らしいこの NEC さんのホームゲームで試合をできたことすごく嬉しく思いますし、その中でもここまで応援に来てくださった日立の応援団の皆さんにも本当に感謝の気持ちでいっぱいです。共にこの V リーグを盛り上げていけたらなと思います。ありがとうございました。見事 VOM に輝きました野中選手でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。